特性のない男は、オーストリアの作家、ローベルト・ムージルの小説。ドイツ語で書かれた20世紀文学を代表する作品の一つと評される。1913年から1914年のウィーンを舞台にしている。第1巻が1930年、第2巻が1933年に刊行された。1938年に第3巻の構成釣りができるが、 同年ナチスドイツがウィーンに侵攻。同書は禁書扱いとなり、ムージルはスイスに亡命。困窮の中で執筆を続けるが、1942年に死去したため未完成に終わる。死後に遺構が整理され刊行された。登場人物同士の議論や、登場人物による施策、語り手の考察が多くを占めており、20世紀初頭の思想史のパノラマとも言われる。 前半は主人公ウルリヒが関わる平行運動を軸にウルリヒをめぐる女性たちや殺人犯モースブルガーがストーリーに絡んでくる。後半はウルリヒと妹の近親相関的な関係が軸となり愛の千年王国をめぐる考察が続く。オーストリア・ハンガリー帝国法改善や1913年のウィーン。ウルリヒは1年間の休暇を取るため、 外国から戻ってきた。ウルリヒは、軍人、数学者などを経て、現在は、無職、独身の32歳である。著名な法律学者の父から手紙で、平行運動に参加するよう勧められる。平行運動は、ラインスドルフ伯爵の提唱によるもので、1918年に予定される、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世。 即位70周年事業を盛大に行おうとする非公式な計画であった。運動の会合は外務省の役人トゥッチ局長の辞邸で行われ、トゥッチの妻、ディオティーマのサロンが会合の中心になる。ウルリヒは白爵の名誉秘書として国民から寄せられる様々な要求を処理していく。理想主義的なディオティーマは運動を通して帝国の指導理念を見出そうとする。 ディオティーマの魅力もあって参加者は増えるが議論は空転している。会合にはプロシアドイツの実業家アルンハイムも参加する。裕福な資産家で数多くの著作もある白式なアルンハイムはやがてディオティーマのサロンで中心的な役割を果たすようになる。アルンハイムとディオティーマの二人は互いに心を惹かれてゆく。手違いで会合に招待されたシュトム将軍も ティオティーバに好意を抱いている。モースブルカーは娼婦を殺害し、死刑判決を受けた男である。ウルリヒは事件に興味を持ち、裁判を傍聴したことがあった。ウルリヒの父は、精神病者の責任能力に関して、同僚の法律学者と論争を行っている。平行運動をドイツ的な運動とみなして、反対する声が出てきた。ウルリヒは、女友達、ゲルダの家で、 近く運動に反対するデモが行われるという話を聞く。ある日会合の終わった後、トゥッチ局長とディオティーマの他に残った、ラインスドルフ伯爵、アルンハイム、シュトゥム将軍、ウルリヒが内輪の会話をする。一同はこれまでの数ヶ月になされた提案を振り返るが、伯爵はどれも現実的でないと否定し、何の成果も上がっていないことがはっきりする。ウルリヒは、 精神の総在庫調べをするための事務総局を創設することを提案し、アルンハイムと言い争いになる。ウルリヒの幼馴染クラリセは、子供を欲しがる夫を嫌をしている。言い争いで激高したクラリセは、気が変になったようである。夫は平行運動に反対するデモを見るため、クラリセを残して町へ出ていく。ゲルダは銀行家の父からアルンハイムが、 ガリツヤ地方の油田を狙っているという話を聞き、ウルリヒに伝える。ウルリヒはその話を知らせようとラインスドルフ伯爵を訪ねる。伯爵邸の周りでは、デモの群衆が騒いでいるが、伯爵は落ち着いた様子である。結局、アルンハイムの話をしないまま、ディオティーマの家に向かう。ディオティーマは、不在で、アルンハイムが来ていた。アルンハイムはウルリヒに、 自分の事業を手伝わないかと提案する。油田の話をしてみると、アルンハイムの顔は青ざめる。ウルリヒが自宅へ戻ると、クラリセが待っており、電報が届いていた。父の死を知らせる電報だった。あなたの子供が欲しいというクラリセを帰らせ、ウルリヒは翌朝の鉄道で、父の家へ向かう。ウルリヒは、行き別れで、長年別々に暮らしてきた妹のアガーテと、再会する。 アガーテは二度目の夫と別居状態。やがて、ウルリヒとアガーテは同居することになる。1943年に未亡人が遺構の一部を発表。1952年に刊行された特性のない男は、偏者の解釈を加え、膨大な遺構から話がつながるようにまとめたもので、多くの批判を受けた。その後、遺構を年代別に並べた。 特性のない男が1978年に刊行され、定本となっている。なお、日本語訳の新潮社版は1952年版、将来社版は1978年版を用いている。表題の訳は、新潮社版による。将来社版では、1.1種の序文、2、千日率の世、3、千年王国へ。ありがとうございます。